皆様こんにちは一品館の清原です今回の音質比較はラックスマンから2017年6月に発売されたフラッグシッププリメインアンプ L507UX2 の紹介とマランツ PM10 エアーボー p m 1 0アルティメット真空管アンプのエアーボースティングレーアルティメットこの4モデルの音質比較を行いたいと思います。ではまずそれぞれのアンプの紹介をしていこうと思います。 今回フューチャーするラックスマン l 5 0 7 u x 2は2012年8月に発売された L507UX の後継モデルです最大出力は4ームで2 2 0 w 8ームで 110W の ABQ トランジスタープリメインアンプとなっていますではまず L507UX と UX2 の共通点とその違いについて説明していきましょう。 L507UX シリーズには音質の決め手となるボリュームに連続可変型ボリュームではなく固定抵抗を半導体リレーで切り替えていく電子制御アッテネーターッットールルドアアテティメートアッテネーターが使われています。略してレキュアと呼ばれるこの電子制御アッテネーターは L507UX2 では88ステップのレキュア線にグレードアップされています。 出力回路ではラックスマンオリジナルの低歪み出力回路 ODNF のバージョンが3.0から4.0へアップグレードされフィードバックが2箇所から3箇所へと変更されることによって出力信号の歪みをさらに低下することに成功しています。プリアンプ回路ではラックスマンの高級プリアンプ C900U に使われているディスクリートバッファーアンプが従来の回路に追加されプリアンプ部の音質が向上しています。 スピーカーカ出力抵抗や配線の取り回しなどの変更によりダンピングレートが205から260へと向上していることも大きな違いの一つとなっています。入出力端子は変更がなく RCA ライン入力が4バランス XLR 入力が2切り替えにより MMMC どちらのカートリッジにも対応させられるフォノ入力が1系統テープ入出力が1系統プリイン プリアウトトのセパレート入出力が1系統となっていますスピーカー出力は2系統ヘッドホン出力は標準ステレオジャックのものが1系統備わっています L507UX にはリアパネルにサービスコンセントがあったのですが UX2 ではこのサービスコンセントは廃止されています消費電力は最大 300W 無信号時 86W で変わりはありません サイズは幅が440ミ、mm、リ、高さが178ミ、mm、リ、奥行きが454ミ、mm、リでほぼ同一です。重量は UX の23.9キロから約1キロ増加して25キログラムへとなっています。以上の変更をもって価格は5万円値上げされ、L507UX の43万円が L507UX2 では48万円税別となっています。 今回の比較視聴では通電直後の L507UX2 と数時間ウォーミングアップし完全に温まったあとの L507UX2 の両方の音を聞いていただくことになります。聴き比べるアンプの1代目ですがマランツの PM10 になります。PM10 は2017年2月発売されたマランツのフラッグシッププリメインアンプでセパレートアンプの持つ優れた3つの質。 大出力力、と圧倒的なスピーカーカ駆動力フルバランス回路プリアンプパワーアンプの左右独立した3つの電源を1筐体に統合するという問題に挑みコンパクトで効率に優れたスイッチングパワーアンプを初採用することでそれを実現した新世代のフラッグシッププリメインアンプです。パワーアンプ部には、 ハイペックス社のスイッチングパワーユニットが4台使われ、左右独立フルバランス BTL 回路を構成しています。出力は4オームで400ワット、8オームで200ワットとラックスマンの約2倍の最大出力が実現しています。L507UX2 と PM10 を比較した場合、ボリュームコントロールが PM10 では0.5ステップ単位の高音質電子ボリュームが採用されます。 これは一つの小さな IC の中に固定抵抗と半導体スイッチを収めたものなのでラックスマンのレキュアを IC 化したものと言い換えることができると思いますボリューム前後のバッハアンプにはバランス伝統のエッジダム回路の最新バージョンエッジダム s s 3が採用されています入出力端子は r c a ライン3 x l r バランスが 2MMMC 切り替え式のフォノが1 テープ入出力が1と RCA ライン入力が 1, 1系統少ないほか L507UX2 にあったプリアウトが省かれています面白いところではバランスのプリメインアンプには PM10 の場合最大4体までを連動させられる FCBS フローティングコントロールバスシステムが採用されていることです通常複数の プリメインアンプを使う場合にはそれぞれのアンプのボリュームを操作しなければならないのですが FCBS が搭載されるマランツのアンプはコントロールケーブルを接続しておけば1台のアンプのボリュームで全てのアンプのボリュームが連動させられます4台のアンプのボリュームを連動させられる PM10 では合計8チャンネルの出力が同じボリュームでコントロールできることになります スピーカー出力 2K とヘッドホン出力 1K とはラックスマンと同一ですが PM10 では入出力端子に純度削り出しの高級品が使われるなど端子のグレードがラックスマンより上げられています消費電力は最大消費電力は 270W とラックスとほぼ同じですが無信号時消費電力は 42W と L507UX2 の約半分になっていますパワーアンプ部に効率の高い スイッチングユニットが採用されている PM10 は発熱が非常に小さいのも特徴となっています。サイズは幅はラックスマンと同じ 440mm 高さが 168mm 奥行きが 453mm と高さが 10mm ほど低いことを除けばほぼ同一のサイズとなっています。重量は L507UX2 よりも約 3.5kg 軽い 21.5kg。 価格は L507UX2 から12万円アップのメーカー希望小売価格60万円税別となっています次に主張する a ア r ボーの p m 1 0アルティメ a トはマランツ PM10 のパーツを約150個交換して音質を高めたカスタムモデルで希望小売価格は78万円税別となっています今回の比較主張では ABQ トランジスターアンプ DQ トランジスターアンプ DQ トランンジスターアンプのカスタムモデルという3台のトランジスターアンプに加えて販売価格83万円税別の真空管プリメインアンプエアーボースティングレ u アルティメットを追加して合計4台のアンプを聴き比べることにしましたエアーボースティングレ u アルティメットは出力管に小型の EL84 を8本使っています パラレルプッシュプルの回路を搭載し三極間接続で最大 18W ウルトラリニア接続で 32W の出力を持ちます出力インピーダンスは5オームです出力管としては最も小さい EL84 ですが小型のため非強度に優れ大型管に比べると音の立ち上がりと立ち下がりが早いのが特徴です個人的には出力管として EL84 の音質を高く評価していますが EAR も V12 などフラッグシップモデルのプリメインアンプの出力管に EL84 を好んで採用していますスティングレイアルティメットはマンレ社が発売するスティングレイ2のカスタムモデルですカスタマイズはマンレ社の許可のもと回路図やサービスマニュアルの供給を受けて行われています真空間アンプの音質の要となるカップリングコンデンサーには現在すでに入手が不可能となった ヴィンテージのオイルコンデンサを使うなどその音質を最大限高めるために惜しみない努力がされていますボリュームには真空管アンプとしては珍しく PM と同じような電子ボリュームが使われ左右バランス調整などが可能となっていますスティングレーアルティメットのプリブには 12AT7 ドライバーダンには6414が使われています入力は RCA ライン入力が3系統 テープ入出力が 1K と、サブハッシュ力が 1K を備わっています。スピーカー出力は 1K と、ヘッドホン出力も 1K と備わっています。真空管アンプとしては珍しく、操作のしやすい大型のリモコンが付属しています。消費電力は最大 300W と、ラックスやマランツとほぼ同じですが、無信号時の消費電力は 85W と、L507UX2 とほぼ同じとなっています。 サイズは横幅が 30mm ほど大きい 475mm 高さは 188mm 奥行きは 350mm とトランジスタアンプ2基種と比べると幅がやや広く前後が短いという形になっています重量は 7.8kg と非常に軽量なのが特徴です以上3大のアンプ4つの音質を聞き比べていこうと思います